皆様こんにちは。ボケ日和の著者で認知症専門医の長谷川でございます。本日はですね、住宅改修、知り合いの業者に頼んではいけない、住宅改修、知り合いの業者に頼んではいけないというお話をさせていただきます。まあ、介護が必要になったりするとですね、よく行われるのが住宅改修というのを行うんですね。で、この介護保険ではですね、その住宅改修にかかった費用の、まあ、20万円にまでにおいては1割負担でいいんですね。ですから、まあ、もし工事が20万円かかったら、まあ、2万円、自己負担すれば、残りの18万円は、介護保険からもらえるという制度があるんです。で、まあ、当然それを超えた費用に関しては、まあ、全額自己負担になるわけなんですが、まあ、結構利用される方は多いわけですね。まあ、住宅改修っていうとですね、まあ、よくあるのは段差の改修。まあ、すごく足を引っ掛けるようなとこがあったら、そこの段差をなくすようにする。あとはもう床材自体のね、もう畳なところを、フローリングにする。あと、まあ、本当に手すりをですね、つける。まあ、手すりつけるって大したことじゃないかと思われるんだけど、手すりって、一箇所つけるわけじゃないんですね。やはり玄関だとか廊下だとか、まあお風呂だとかいろんなところにつけるとそれなりの値段になる。あとはトイレをね、洋式に変えるだとか使いやすく車椅子でも入るようにするっていうような、ことがあるわけであります。だからその本当に、まあ利用する価値はかなりあるわけですね。ただ、その時に知り合いの業者に頼んではいかんよということなんですね。なんか知らんけどね、皆さんそういう時があると、こう、あ、うち知り合いに建築屋さんがいるとか、知り合いにそういうことやる人がいるから、知り合いの人に頼んでいいですかって言うけども、もうそれはやめてください。なぜならですね、この介護の世界っていうのはですね、もう独特のものがあるんですね。このお金をいただく限りにおいては、まずケアマネが、なんでこういう住宅改修が必要だっていうようなことをまず申請する必要がある。で、その時に見積書をつけて、で、着工前のちゃんと写真をちょっと撮って、で、完成後の写真も、つけて提出するんですね。まあ、それを中にはですね、知り合いだからということです。おい、やってあげるやってあげるよとか言って、こう、まず申請前にこう工事に入ってしまったりだとか、まあ、着工前の写真がなかったりだとかっていうようなことで、せっかく介護保険で使えるものがですね、もらえないってことが結構あるんです。これね、なんでそんなことが起こるかっていうとね、普通、介護保険っていうのは、例えばこう、まず許可を取ってから介護保険のサービスは提供するわけです。例えば、デイサービスをやりますって言ったら、デイサービスの許可を取ってからデイサービスを提供する。ヘルパーでもそうなんだ。ただ、いろいろあるサービスの中で、この住宅改修だけは資格がないんですよ。だからこの辺にある建築屋さんなら誰でもできるんです。誰でもできちゃうんだけど、まあ、そこが本当は僕はおかしいと思うんだよね。ちゃんと他の介護保険のサービスと同じように、住宅改修やりたい業者さんは、その人たちだけ集めて、ちゃんと研修を受けて理解させて、で、番号を与えてから、そういう業者にすべきなんだけど、なぜかそれがない。もう誰でもいい。だから、先ほど見積書を出すっていうのもそうなんだけど、もう業者によって見積額もバラバラなんだよね。同じ手すりつけるのにこんだけ分だくるのかよっていう業者もいれば、すごくお手頃にやってくれるところもある。それの大体の目安というものもないわけなんです。変な話、手すり1個つけて20万になって請求書が来てもですね、理論上は通ってしまうのが今の状況であるわけであります。だから、確かに知り合いの業者が、いるっていう方は確かに多いのはわかる。それは皆さん生きていればですね、誰か知り合いの建築業者だとかそういう業者さんがいるのはわかるんだけど、特に介護保険の、申請においてはですね、こういう見積書の問題だとか、着工前の写真、着工後の写真、および適切な費用という面でもですね、やはりケアマネさんたちが日頃使っているそこに特化しているところにお願いするといいと思うんです。で、本当はこれだけじゃなくてね、今僕介護保険の話をしたんだけども、介護保険じゃなくて身体障害者でも住宅改修というのはできるんです。まあ普通に年を取っちゃったっていう方は対応では適用ではないんだけども、例えば脳梗塞で肩麻痺になって身体障害者が1級とか2級がついているような人で、そういう人たちに関しては
また身体障害者で、住宅改修の枠っていうのがあるんですね。で、実はその枠はですね、まあ、いろいろ、地域によって多少の上限はあるんですけども、36万円ぐらいなんですね。ということは、さっきの20万よりも多いし、両方組み合わせるとすごくいいんですね。で、基本的には組み合わせると言っても、それはね、ちょっとしたコツがいるんですよ。工事を分けるんですね。だから慣れている僕の知っている業者さんなんかだと、そういう対象者がいると、あ、わかりました。じゃあ、いわゆるフローリングに変えるような、ものは、開放権を使ってやります。で、残りのですね、トイレの改修だとか手すりを使うっていうのをつけるというのは身体障害者の方でやりますっていう、もう工事自体をもう完全に分けちゃうんですね。で、もう申請も全く別のものとしてやるんです。そうすると両方が使えるんですね。これはもう極めて、違法ではなくて合法的なんですね。で、こういうこともですね、もう慣れしたし、そういうことに慣れている業者さんであれば、もうちゃんと黙ってもきちっとやってくれる。で、先に工事をやらない。ちゃんと許可をもらってからやるということもわきまえているんですね。だからこれもう知ってるか知ってないかすごく大きいんですよね。もう額としては両方足したらもう56万という世界になってきますから、だからそれを知っているか知ってないかっていうのはすごく大きいわけであります。まあ、ちなみにこの住宅改修というのはですね、他にもちょっとした、知識があってですね、まあ、一回使うともうこれで終わりなんです。一回しか使えないんだけども、ただ、介護度が3段階上がった場合はリセットされるんですね。どういうことかというと、一回20万を介護保険で使いました。で、その時介護度1でした。で、その人が介護度4になった場合、もしくは介護度2だった人が介護度5になった場合は、その時点でもう一回リセットして、もう一度使えるんですね。だから、そのことも結構知らない方がいるし、当然ご家族の方なんて知らないもんだから、もう一度使えるということを知ってかれた方がいいと思います。ただ、3段階アップって言ってもですね、じゃあ、養子縁の2、要支援の2から、要介護の1や2になったという要支援からの3段階アップはですね、これは適用ではありませんので、あくまで介護度1から4、2から5っていう時に、使えると思っておいていただけると、ありがたいかと思います。まあ、こういった感じでですね、住宅改修ってただ工事するだけじゃないんですね。やはり申請書類の問題で、その時にできたら介護保険じゃなくてですね、身体障害者もうまく組んで工事自体を分ける。で、その時も適切な、費用でですね、やってあげるっていうことがとても大事になるんですね。まあ、この知り合いに頼んではいけないというのはですね、まあ、僕もよく前から言ってるんだけど、まあ、ケアマネだとかそういうこともですね、含めてですね、やっぱり介護が必要な部分に関しては、あまり知り合いはやめた方がいい。まあ、よくケアマネも知り合いがいいだとか、知り合いの業者がやってるからデイサービス使うっていうのを言われる人いるんだけど、まあ、この分野に関してはですね、知り合いではなくて、本当にその人に合うもの、そのところに、の道に長けた人たちにお願いするのが大事ですよということであります。今回はですね、住宅改修、知り合いの業者に頼んではいけないというお話をさせていただきました。